ナマステ、こんにちは、あやかです。今回私が挑戦したのは魚とかお肉とか乳製品、卵類を一応一切食べないで5日間挑戦してみました。いやでもね、本当に大変、あと高いそう、なんかベジタリアンになるのは多分そこまで正直お金はかかんないかな。もしかしたらまあいいもの、例えばそのなんかあのオーガニックの野菜じゃないととか、そういうのをしてしまうともちろん高くなるんだけど、多分普通に全然そこまで気にせずに普通のスーパーでまあ買う分だったらベジタリアンはそんな難しくないかな。あとお金もそこまでかからないかなと思うんですけど、ビーガンはお金がかかるっていうのはめっちゃこうなんだろう、やってみて思いました。さっき買ってきたものを見たと思うんですが、うん、ヨーグルトで1000円、何日分みたいな、多分ちょっとずつ食べて3回4回ぐらいやったんで、めっちゃコスパ悪いですね。そうやっぱりそういうなんかあの輸入食材屋さん、まあ、日本も多分そうなると思うんですけどに行かないとやっぱ揃わないので、結果本当に高くつきます。ちゃんとこうもう厳密に、あこれはビーガンって書いてる、じゃあこれを食べていいってやっちゃうと、私の1日目は朝はまあヨーグルト食べました。でお昼にサラダとトーストで、ちょっとあの買ってきたチップスを食べて、あとはあのビーガン あのバーガーを見つけたので、それをオーダーして食べました。ちょっとここに辺に載せておきますね。うん、でもねバーガーはやっぱすごい、なんかお肉、そんなお肉言ったら植物でできてるので本当にお肉じゃないんですけど、お肉みたいな感じのパテで、うん、普通にめっちゃ美味しかったです。ボリューミーを感じたし、でチップスも、うーん、このチップスは結構あの個人的にはまた普通に食べたいなと思うぐらい結構パリッと上がってて、ちょっと塩辛かったかなと思うんですけど、全然なんか美味しく食べました。で2日目がバナナとブルーベリーのスムージーで、フムスを作ったのでフムスのトーストで、次に夜はブロッコリーとあのスイートポテトをベイクして食べたものと、お菓子にブロッコリー あのお菓子をこれを食べました。なんかすごいこのお菓子はすっごいなんかなって思ってて、そうカールめっちゃ懐かしい、カールのおじさんのあのカールの食感です。ただ味はちょっとなんかビネガーっぽくて酸っぱくて、なんか大人の味って感じでした。でかつチリも入ってたので結構酸っぱ辛い食感カールみたいなお菓子でした。3日目でスムージーで食べて、お昼ご飯にスコーン、そう甘いものがやっぱり難しい。なんかこういうスナックとかは言ったらまあ普通にそういうスーパーに行ったら買えるんですけど、甘いものアイスクリームとかもあるんですけど、まあ溶けちゃうからこの前買えなかったし、うん、甘いなんかケーキとかも一緒に食べたくなって、あるものでこうなんかビーガンで作れるもので調べたら、あのスコーンも作れたので一応スコーンも作っちゃいました。で夜ご飯になんかちょっとね、あのエスニックなものをちょっと食べたくなったので、ビーガンのひよこ豆の煮込みクスクス添えっていうちょっとおしゃれな、なんか北アフリカかどっか あのお料理みたいです。こんな感じすごい美味しかったです。で4日目、またスムージーでしょ。でお昼はさっきと同じひよこ豆の煮込みクスクス添えで、ベジタブルチップス、これは正直ビーガンとは書いてないんですね、ですけどちょっと食べちゃいました。であとは、ビーガンボロネーゼ、ビーガン用のそのお肉風なものを買ってですね作ってみました。じゃん、普通にお肉に見えるね。そうで味もめちゃめちゃ美味しくって、
使ったのはインポッシブルミートと玉ねぎ、なすび、きのこ、あとトマト缶ぐらいですね。そうそう、それをまあ塩とかちょっとスパイス混ぜて炒めて、で店内にぶっかけたっていう感じなんですけど、うん、これは全然やっぱりね、インポッシブルミートはすごい優秀と思った。なんか、うん、お肉って感じがするので、うん、お肉が食べたくなったらこれを食べる。でこのベジタブルチップスなんですが、正直ビーガンって書いてなかったんですよね。でもまあ成分表をちらっと見る限り、一応そのなんだろう、それっぽい、まあ、バターとか、もちバター、卵とかお肉のその何フレーバーとか使ってないと思って買ったんですけど、よく見たら下にもしかしたらミルクとか豆乳、ミルクとか大豆、ナッツが入ってるかもしれませんって。ミルクってなったんですけど、まあ買っちゃったので食べちゃいました。なので本当に普通のスーパーに行くとめっちゃ難しいってか、ない、結構、うん、そう、チョコレートとかも結構難しくて、カカオが例えば 85% とかやと、そのなんか成分表には明記はしてないけど、なんかメイコンテンツミルクみたいな感じでミルクが入ってるかもしれないみたいな感じで書いてるので、正直ビーガンではなかった。でカカオのパーセンテージが下がれば下がるほど、まあ、バターとかミルクとかは入ってる確率は高くなるので、本当にこれも多分ビーガンとかそういうベジタリアンのそういうショップ、置いてるショップとかに行って買わないと、なんかこうちゃんとしたビーガンの人が食べれるものっていうのはないなっていうのは思いました。で最後5日目ラストで、今日5日目、まず、ヨーグルト食べて残ってたやつね。で、あと今からビーガンタコライスを作ります。ほんで夜はビーガン風ロコモコ、もちろん卵抜きっていう感じで、インポッシブルミートを大活躍させているっていうメニューにしてみました。5日目のお昼ご飯です。映ってるかな、ベジタリアンタコライス、ボロネーゼのやつを再利用してるだけなので、タコライスの味付けには多分なってないですまあそんなことはまあ置いといて、ではいただきます。モリモリすぎたね、おいしそう。うん、ご飯とそのボロネーゼのやつとレタス、トマト、あとチーズかけてます。全然お肉感はあるので、なんかお肉無性に食べたいっていうのはあんま感じないかな。ただまあちょっとだけでも前よりマシやったかな、慣れたのかな、そこまでなんかあーだるいっていうのは前よりマシやったかな、なかったわけではない。スイーツが気軽に食べれないのが結構きつかったかなって感じですね。なんかもう、まあ、作ればいい話なんですけど、なんかもう食べたい時ってあもう今食べたいみたいな感じじゃないですか。なんか今からなんかもう混ぜてミックスしてなんかしてベーキングしてみたいな、まあ、30分から1時間待てませんよねっていう感じなので、うん、はい、ということで今回は全然インドはあまり関係なかったですが、もしこのビデオが良かったらグッドボタンとチャンネル登録とコメントしてお願いします。ではまた次のビデオでバイバイ。I'm gonna go get some more.